花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。1週間ご無沙汰しております。昨日は小雪、雪がね、降ってましたけどもですね、今日はね、いい天気になりました。はい、連日ライブのですね、高橋誠さん。どうも。どうもこんにちは。よろしくお願いします。もう今日も T シャツ。T シャツ自慢。ねえ。通します。絶好調。風邪ひいてますけど。風邪ひいてんの、誠ちゃん。今週ね、月曜の夜からね、もう、高熱と喉の痛みで。それね。すごい楽しい日々を過ごしてましたよ。いや、それ僕もそう。だ鼻声が治んないんだよね、うん、それを俺たちに移すってこと。いやということでね、今日は素敵なゲストをご紹介しましょう。天草というね、伝説のバンド、横浜のバンドですけどもね、いましたけども、そこのね、ドラム、グリコさん、どうもこんにちは。こんにちは、ご無沙汰してます。どうも富岡グリコ吉弘さんですね。ご無沙汰しております。ご無沙汰しておりますね。横浜ではね、結構俺借りがあって、あ、そう、ライブやるときにね、あのグリコ道明でね、しょっちゅうやってもらってたんですよ。そうなんだ。ライブ楽しかったね。そう、ね、だからもうすごいよ。その上行かなきゃいけないから、声が。そうだね。そうでかい。そうだね。それでね、もう一方ね、ギターのですね、やっぱり天草のね、ギターの、竹さんですね。こんにちは。どうも、はじめまして。僕ははじめましてですね。はじめましてなんだね。そう。よろしくお願いいたします。僕はね、何度もね、天草、赤レンガとかで、見てるんですよね。もういろんな横浜ね、ライブハウスとかでもね、うん、でなかなかね、こうやってお会いすることがなくて、今日お会いできて、うん、嬉しいです。嬉しいですね。なんか先ほど話してたら、いろんなね、方の共通のお友達がね、うん、いらっしゃるみたいでですね、今日ギャラリー多いですね、なんかね、うん、どうもいい、ね、お友達どうぞ座ってください。今日動画も撮ってますんでね、久保田さんもどうもありがとうございます。お忙しいところね、で、誠さん、紹介。由美子さん、うん、どうも。もうみんないる人、みんな紹介するからね。で、こちらがザクです。ザクさん。ザクさん。ザク。ああ、よろしくお願いいたします。いろいろやって。こうやってね、みんな。シグナルファイアレコードの社長です。この、ね、レーベル。あ、そうでしたか、すいません。社長来ていただきました。それでね、本当にね、ちょっとね、これ宣伝しましょうかね。ブラインドヘッズ。ね。このバンドをですね、新たに。これいつ頃結成されたんですか？もう結成は ほとんど20年ぐらい前で。20年ぐらい前ですかね。ベースの太田要。はい。で、ギターがアイスっていう、ユニットバンドの、はい。宮内和幸っていうのがやって、3人で俺とやってたんですけど、はいはい、宮内が9年10年ぐらい前に亡くなりまして、はいはい、そんでだから1枚出したまんまずっといて、うん、それでいろんなギターとやったんですけど、うん、まあ4年ぐらい前に竹に、白羽の矢が立って、あ、そういうことですか。ついこの間まで派遣社員だったんですけど、ね、なるほどね。正社員になってんで、ああ、なるほどね。正社員メンバーになって去年、はい、それでこの CD を、ね、うん、この CD を2枚目をだから14年ぶりに出したという。そうなんだ。そういうブラインドヘッズというバンドです。よろしくお願いいたします。これは、ね、名前だけでも覚えて帰ってください。いや、これね、楽しみですね。一曲この中からじゃあご紹介しましょうか。はい、このタイトル何になりましょうかね、曲のタイトル。 Love Yourself です。 Love Yourself、yeah.Love yourself.
はい、ということでですね、かっこいいですねこれね、なかなかね、この、 あの YouTube っていうかあの、何でしたプロモーションビデオ、うん、あれ見た時にもすごいかっこいいなと思って、すごいことやってんだなとか思ってね、あの常にやっぱ進化してる感じがしますよね。そうね、ロック、うん、マシグラ、これはねベースのカナ、うん、カナメ、うんうん、太田カナメの曲なんですけど、ラビューセル、はい、昔から、あ、詩は国岡さんで、国岡真由美ボーカルで、あ、そうなんですか、うん、だから割と前からやってた曲だけど、アレンジがちょっと急に変わって、うん、もっとねスローだったんですよ、それが急に去年レコーディングする上に置いて変わってこういうふうになったっていうのが、うん、まあ現状ですか。ブラインドヘッズね、はい、これは本当にね頑張って、これはあれですか、購入するのはどうして、いつ頃、どこだっけ、ディスクユニオンか、ディスクユニオン、はい、メールの通販で、はい、はいはいはい、あ、そうですか、社長が言ってます、社長が言ってます、社長ちょっと一言あのご挨拶どうでしょう、シグナルファイヤーレコードよろしくお願いします、シグナルファイヤーレコード、ね、はい、のろしですね、のろし、あ、すごいね、はい、うん、素晴らしいですね、ブラインドヘッズですね、Love Yourself、素敵なね、これ、でこれバンド、要するにライブ活動とかっていうのはもうすでにいろいろやられてるんですか、うん、まあ横浜ストーミーマンデーが多いですけど、はいはい、東京はクロコでやってるな、クロコもやって、うん、あと、うんうん、去年のあたりからはいろんなイベントとして、うん、下北沢ガーデンで3ヶ月に1回ぐらいの、かなこちゃんの、中山かなこちゃんのバンド、うんうんうん、フードハワイアンズと対バンだったり、はいはい、山本教授、この間来たね、ここに、はいはい、山本教授さんね、はい、の対バンでやったりとか、うん、そんな企画の、あ、そうですか、シグナルファイヤーレコード主催のシグナルファイヤーレコード主催、うん、あ、なるほどね、こんなんでやってます、素晴らしいですよね、マコさんはどうでしょうか、あのマコグリセッションとかいろいろやられてます、三軒茶屋のね、ラジオデイズというライブハウスで、マコさんはもともとは、まあ、あのグリコさんはそうですけども、はい、あのタケさんもあれですか、うん、ね、長いです、長いですね、お付き合いみたいですね、うん、転送の頃から、もう、あ、転送の頃、もう10年20年じゃ聞かない ね、まあ、そうなんですか、うん、ほうほうほう、みんななんか、うん、あ、今日ね男ばっかりになりましたね、男臭いなと思ったらね、まこちゃんごめんね、松下くんはね、いや松下くんがちょっと風でね咳がちょっと、ね、うん、止まらなくなっちゃって、だからみんな風なんじゃないの、これ今日映るっていうパターン、いやいや手洗いとうがいしたら大丈夫ですよ、気をつけよう、いや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 、僕もちょっと鼻声っぽいですかね、あ、そう、うん、あの、あ、そうだね、うん、もう山田さんはすぐ分かるから、うん、もうあ、こんな声でとね付き合っても8年9年目になりますからね、あ、僕はね何があっても休めないわけですよ、うん、それはそうですね、ね、うん、そう、休んだことありましたっけ、ないね、ほら山田さんね、さすがない、8年9年も休んだ、金曜日の男、そう、だからね、僕親父が死んだ時もグッピーで歌ってたからね、あ、うん、そういうもんですよね僕たちは、まあ確かに ね、うん、死に目に会えないかもしれないし、うんうん、そういう、まあ、コツコツと続けるっていうねことがやっぱこの音楽魂ですよね、はい、ということでね、今日生演奏をね、はい、何か行きますか、行きますか、今日はパーカッション、それは何ですか、ジャンベですかね、ジャンベですね、ジャンベ、でもジャンベっぽくなく叩くんで、なるほど、足にはこういうのがあってね、え、うん、お、いい感じじゃないですか、じゃあ何からいきましょうかね、これ今日は何からいきます、地球に乾杯いきますか、地球に乾杯いきますか、これねリクエストね、うん、来てた、ちょっとそれご紹介しましょうか、ね、来てますね、音楽魂皆様、ラジオネームみーちゃん、いつも楽しく聞かせていただいています、 YouTube 動画もね、竹さんグリコさん、ゲストということで生ライブトーク何が飛び出すかワクワクですということで、初リクエスト、昨年リリースされたブラインドヘッズの CD Love Yourself からグリコさんの歌う地球に乾杯、それ以外でももちろん OK ですというね、転送の曲も聞きたいなということで、うん、金城さんこれからも応援していますというね、
ラジオネームみーちゃんから来ておりますけどもね、じゃあそのねリクエストの、地球に乾杯を言ってみますか。もう世の中の、子供たちに、子供たちの安全のために、安全のために、はい、これね、亡くなった宮内元ギターと、要と上戸で作った、曲なんですけども、十何年前に作って、で歌詞は、去年、2月の、6月16日できてますね。2015年、一昨年だもう、にできた曲です。心を込めて歌います。地球に乾杯しますか。輝く地球の未来を守ってあげよう。すべての命は必ず地球と生きている。たった一つの地球が100%イチコロさ。それは原子力、原子力。残念ママのミルクにたっぷり忍び込むのさ。それはプルトニウム。Yeah.
ありがとう、ということでですね、グリコさん歌いましたけども、四季折乾杯、素敵な歌ですねこれはね、大事にしましょう、地球を、ね、そう、そうですよね、本当にその通りだと思いますけどもですね、このまあ、タケさんとグリコさんっていうのはその転送っていうのですごく長いんですけども、そうですね、その前からかな、あ、そうなんだ、俺がね16の時から、16でね、北海道から出てきた時からね、あ、前にね、ちょっとほら、ね、いろいろお話を聞いたことあります、北海道から来て、ね、その時にムッシュのとこ行って、釜石さんのとこ、そうそう、で釜石さんの仕事もやってたから、僕がタケさんがね、はいはい、でムッシュがおうおう、それでムッシュがグリコのことを面倒見てやってくれと。ああ、なるほどね、北海道から来て単身だから、うんうん、後で聞いたらムッシュが、うん、俺ユウのこと丸投げしたんだよって言ってたんだよで、あ、今これ CD をね、大事なんですけどね、ムッシュの、あ、久保田さんを持ってたね、ムッシュ釜石さん、ミュージックミュージック入ってますよ。ミュージックすごいで、あ、それ何20周年何十周年なんかのやつだね。ファーストライブってやつ。ファーストライブ。黒子でやったやつ。あ、ね、あれだね。懐かしい。これこの時バカシバカシやってる、ね。バカシやってる。そう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 。すごいのもお持ちですね。ね。びっくりしたな、もう。そう。それで何、釜石さんとこの事務所にでにいた。だから僕らのバンドのとこに入ったの。はいはい、来て、まあ、ローディーやって、そういうところを経験してもらって、ドラムの浅野良二っていう人がね、よく休む人でね、はいはいはい、五代五のね、はいはいはい、それで俺が結構ね、なんかやらせてもらえる機会が多くて、それもなんかね助かってね、あ、なるほど、紹介してもらったスタジオっていうのがね、もう世界中の一流品楽器があるスタジオだったんですよ。そこで電話番やってるわけですから、でもあった。もうで、ラディック、プレミア、ハイマン、ハモンドもあるし、ハモンドもあったし、メロトロン、メロトロンもあったし、メロトロン総代理店やってたから、メロトロン俺おもちゃだったからね。そうなの？うん、だって PA も持ってるんですよ。へえ。すごかったよね、PA ね。ね、PA。4トン半の車2台と PA 買ってきちゃうから恐ろしい。へえ。それでそこで、やっぱそこのスタジオで俺電話番してんだけど、うん、そこでまだフォーク時代の RC サクセションが、そう、リハに来てて、うん、でも俺もう暇だから。ずっと 汗だくになってドラム叩いてるんですよ、うん、そうすると清志郎がこうスタジオの中入ってきて、うん、ダメだよグリコ君電話に出てくんなきゃ , 笑いながら言われる、あ、どうかどうか、なるほどね、清志郎さんともね、しばらく やってましたよね、リトルスクリーミングレビューっていうのは ねちゃんとしたバンドはその辺ですけど、ね、ね、でも19の時にもね一回その、うん、ウータンっていうドラマーのね虎でね、うん、RC がまだフォークっぽい頃にね、いろいろオープニングアクトで回ってたんですよ。そんな頃からああいう曲は歌ってましたけどね。分かってもらえるさとかね。ああ、なるほどね。なんかね。そうかそうか。そんな流れです。でもなんかそういうメッセージと、で全部ムッシュ釜石さんのつながりということですね。じゃあ本当古いんでね。もう横内さんのお家には何度泊めていただいたことかっていう。居候もさせてもらった。半年ぐらいいたよね。ね。三ヶ月で。半ヶ月以上じゃ。そうなんですか。俺の六畳間に二人でいたんだよね。そうですね。今考えるとね。なるほどね。俺が16で竹が二十歳ですからね。そんなもんだ。もうなんかわかんない時代ですよ、二十歳なんて。もう何でも悪いことしちゃうから。ねえ、それ、まあ同世代っていうことはあれですかね、竹さん、昭和。もう29年。だ一緒。ああ、じゃあこう3人一緒ですよ。ああ、ほんと。うん。馬年、馬年、ああ、参った。馬が合うと思ったよ。初めて会ったのにみたいな。いやでもね、それが昨日一回り上の馬年の大山空手の、うんうん、その増田さんの、うん、大山空手の USA 大山の、この話に持っていくんですけど、上手くなったね僕もね。その、うん、総師範と昨日会ったんですよ渋谷で。でこのテイカーチャンスっていう映画を見て。
この、まあ、あの、ハリウッド映画なんですけども、うん、で、まだ日本、封切りされてないんですけども、これ、主人公の、まあ、か、まあ、空手のサクセスストーリー。で、主人公になってる、主人公役は、まあ、真剣佑さんっていうね。千葉ちゃんの息子ですね。うんうん、千葉さんの息子。それで、まあ、3年前にこれ撮ったんだけど、なかなか封切りできなくて、で、今回、それをね、まあ、ロンドンの映画祭にも出てるんだけども、今回、まあ、渋谷でちょっとあったんですよ。で、その大山、あの、最高師範、時の初めて会いましてですね。話したら馬年なの。つまり上の。つまり上の。つまり上っていうと、70。ですよね。そうね。それでね、あの、素晴らしい人でしたね。うん。それで、まあ、この映画、ハリウッド映画って言うと、大体 CG とか、あと、その、殴り合ったり殺し合ったりする映画多いじゃないですか。これはね、あの、そういうのほとんど なくて、あの、ものすごくね、その、まあ、空手の映画なんですけども、空手に、あの、アメリカに行って空手を始めた青年がいて、まあ、いろんな、弟子入りして、それから、まあ、全米チャンピオンになったっていうね、まあ、実話なんですけども、その空手家も僕よく知ってて、それでその、まあ、勉さんとかは、うん、あの、斎藤さんとかも出てるのよ、うん、もうほとんど。それ見に行ったんだけど、もう定価チャンスね、あの、お楽しみいただきたいと思います。すいません、ご宣伝させていただきます。馬年から来たね。馬年から俺、どこで帰ろうかなとか思ったわけよ。うまかったね。これ、定価チャンス。千葉さん、千葉真一さんもね、もちろん出られてて、まあ、これ、親子共演ということになるんですけども、千葉さんは回想シーンで出るのね。あんまり言っちゃダメなの。宮本武蔵の役。ね、タイトルもう一回。Take a chance. Take a chance. これもチャンスをつかむ。あの、本当に今ね、行き場のない若い、あの、人たちにはね、やっぱりなんかこう、一生懸命頑張ったら報われるっていう感じの映画ですね。サクセスストーリー系な。うん。うん、頑張れ。そういうことです。実はですね、お楽しみいただきたいと思います。ということでね、今日は天宗というか、ブラインドヘッズ。まあ、うん、まあ、天宗がもう古い、どれぐらいやってましたか？いや、あれは3年しかやってない。え、嘘。一番最初はね、3年しかやってない。僕は24から27しかやってない。それででも結構伝説になってるよね。すごい ね、 ね、うん、なんかね。あ、でもね、あの、この間キャロルの内海さんとかも何度か、あの、来たんだけども、キャロルも2年か3年しかやってないんだよね。ああ、そうかもしれないね。そう、ね、キャ2年ぐらいでも、でもそんなもんだよな。うん、そのガーって広がるっていうのはすごいよね、うん、そういう時代もあったかもね。ああ、そうかも ね、 ね、そうかそうか。あと仕事も結構出るとこ多かったしね、の番組も多かったし、うん、あ、そうです。音楽番組も結構多かった、うん、宇崎さんがやってるのとかも毎月出てたしね。あ、はいはいはい、あとライブで自由にできたもんね。本当、うん、めちゃくちゃな。なるほど。ベースが天井に刺さっちゃうとかね。そうそう。まあ、ライブね。フーとか好きなんじゃない？え？フーとか好きなんじゃない？ベース、みんな好きだったんで。ベースアンプ燃えちゃいましたもん、一回。燃やしたの？え、燃えちゃったの？燃えちゃったの？スピーカーが。スピーカーも。でも次の日音が出たんだよね。ビールかけたけど消えなかったもん。ビールかけるっていうのはいいよね。ということでね、今日はあの、お二人にね来ていただいてますけども、うん、あの、なんかね、あの、初めて会ってもね、うん、まあ、山本恭司さんの時もそうでしたけども、うん、なんか前から知ってたような気分になるっていうのはありますよね。なんかね、恭司、ね、うん、もいいやつだからね。ね、うん、あの、変わらない、ね、変わらないし、あの、一生懸命、まあ、誠さんのね、あの、ちょっといろいろおかげでね、ご紹介でいろいろまた広がるんですけどもね、続々とあのゲスト入ってますけどね。そうですね、本当に、ありだね、男ばっかり、ね、男ばっかり。いや、誠ちゃん本当は女の人、ね、女好きなんだけど、ね、女好き全然違うもんね。いや、本当に僕も好きですけど。いや、みんなそりゃそうでしょうけど、でも特別にね感じる。そう、あの、豆だから、まこちゃんは。ね、で、僕はね、豆じゃないからね、どうしても最終的に男しか残んない。ギター弾け豆だから。自分で言ってる。ギター弾け豆だから。ということでね、あの、たけさんのじゃあ、曲、なんか今日行ってみましょうか。素晴らしい、あの、ギターとですね。ね、そう、もう、あのね、テンソの頃からね、僕、好きだったのよ。ギターのタイプが。
やった。あのね、本当一度ね、なんか機会があったらお会いしたいと思って、本当今日ね、僕会えてよかったです。どうもどうも。いや本当にこういうね、まあロックギターっていうか、まあいろいろいるけども、そのタイプがあるじゃない。なんかもうなんかきっちり弾きながらもう太いっていうか。そういう感じ、まこちゃんもそうなんだけども、そういう好きだなと。例えばね、日本のギターのスタイルを変えた人だよ。あ、本当ね。うん、そう思うよね。うん、すごいね。うん、じゃあたけさんのね、なんか歌でやってみますかね。何にしましょうか。あ、じゃあ、ゲットアウトオブマイライフウーマンブルース。はいはいはい。じゃあこれで、じゃあマイクをね、セッティングして、はい、ボーカルマイクちゃんと入れて、はい、じゃあいきます。渋いですね、これがまたね、横越武さんですけどですね、素晴らしい感じでいい感じになりましたよね。これ昼間からね、お酒が飲みたくなる。飲みたいね。ね。いや、いやもうね、グリコはすごいよ、すごい飲むよ。そう、飲まなくなった方ですよ。そんなに飲む。さっき言ってたの、飲むのは飲むのは釜石さんのせいだって言った。人のせいにして。おかげでね。なるほどね。お酒はね、僕も少したしなみますけど。
を足しに俺と同じぐらいいいやいやもっと飲むかもしれないもう酒がねうまいのよ毎日ああ本当に昼酒飲んじゃってんじゃないの。いやいやいや飲まない飲まない、朝か朝酒朝早朝そんなことないですけどもね、やっぱりこう健康のバロメーターですよね。そうそうそう、ね、酒が美味しいね。酒がまずい日は調子悪いもんね。そう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 、調子悪いとねあんまり美味しくないでしょ。美味しくないから、ね、だから今日も美味しいなとか思うね、また明日から頑張ろうっていう。そう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 いう感じでね、リクエストね、ちょっとご紹介いたしましょう。外坊さん、千葉県ですね、金吉郎音楽魂、天祖エンプティタイムっていう、書いてありますが、こんにちは、2月10日月金曜日、ゲスト横内武さん、富岡グリコ、吉弘さん、出演されると伺い、とても楽しみにしております。ブラインドヘイズでご活躍中の二人ですので、リクエスト、リクエストに、フリー、もしくは地球に乾杯、と思いましたが、当然他の方がリクエストされると思いますので、あえて、日本が誇るロックバンド天祖のエンプティタイムをリクエストいたしますっていうことを書いてますね。ありがたいね。ね、やっぱそうやってすごく天祖ファンというのはまた根強くね、うん、ね、いらっしゃいますよね。この年になると嬉しいですよ、そういう一言一言ね、やっぱりこう僕は、まあ、この番組を始めたのは、いわゆるメジャーな、まあ、ラジオ局とか、テレビとかって、出演されたりする方って、まあ、いるじゃないですか。でも、そうじゃなくて、ずっとやり続けてる方をね、メジャー前な関係なくね、素敵な人の番組があんまりなかったんで、まあ、9年ぐらい前は。うん、そういう番組あんまやってなかったんですよ。で、まして生でやるのはあんまり、最近よくやってるけど、なくてね、それをね、どうしてもやりたいなと思ってたんですね。で、いろんなやっぱりミュージシャンの方々に支えられて、まあ、ここに来れた。もちろん、スポンサー様もね、二俣川のサムデーも。そう、まあ、前ね。あ、前、うん、以前、今は違います。以前、やってもらいましたけどもですね。いろいろね、動きがありますけども、なんとかね、やってこれましたけども。まあ、今年9年目に差し掛かりますがね。もう自分の宣伝はどうでもいいわけよ。人の宣伝ばっかりですよね。そしたら、まあ、自分もいい感じになってくるんですよ。ね。いい方と出会って、もうそれだけがね、財産ですね。相変わらず貧乏しておりますが、その関係ないか、ということでね、このメッセージちょっと来てますね。あ、メッセージ来てますか。じゃあ、誠さんの方からいきますか。片見さん。はいはい。茨城の片見さんから。片見、はい、うん。俺読むのこれ。うん。金森喬の音楽魂。誠ちゃん渋いのかな。リクエスト、地球に乾杯。急に乾杯ですね。でメッセージはね、金尾さんこんにちは、誠さんいつもお世話になってます松下さん、先日は茨城までおいでいただきましてお疲れ様でした。しゅんちゃん、菊田君の、しゅんちゃんのライブだな、はいはい、ですね、はい、で今日はグリコさん、たくさんがゲストということで、はい、楽しいお話がたくさん、聞けそうで楽しみに倍増です、ということで、あ、はい、また皆さんのライブにもお邪魔しますのでよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。片見雄二さんですね。片見雄二さんですね。 ありがとうございます。言っちゃっていいのかな、名前。いいよ、ね、いいんじゃないですか。匿名希望も言いますから僕全部、ね、うん、雄二さんありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、本当松下さんお休みでね、やっぱりいないとそう、すげえ、ね、慣れないこと、慣れないよね。やっぱりそれぞれ助け合いながらこうやってたんだね、みんな。ということでね、まこちゃんじゃあなんかやる？あ、もう、あ、俺はもういいかな今日は。なんでまだ時間ない。ある？本当？どうする？なんか一緒に。じゃあ滝藤。
時もブルースやったんで俺もブルース曲やりましょうかね。まこちゃん声、ね、大丈夫なの？な渋い声になってるじゃん。渋い声になってるでしょ、うん、もう風のおかげ風あそう渋いね。風は風で渋いよね、うん、風もいいよねたまには、うん、そうそうそうすごいデトックスになってよかった。で熱があるとさ気持ちいいね。なんかちょっと、ね、ふわふわして大体ね。まこちゃん風邪の時水かぶるって言ったじゃん、うんうん、俺も水かぶるんだよ。そうだ今日ももう毎日水はかぶってるけど俺もかぶったよ、うん、ねえ、えあこれがボーカルね。これえこれがボーカル。はいはいはい。もうね水かぶると一発で気持ちよくなりますけど、ね、あの皆さんはね無理しないようにします。Just talked to my baby on the telephone. She said, "Stop what you're doing, baby. Come on home. I can't hold out. Can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone." You said, "Baby, don't you worry. You're my heart desire." You know that I love you, I can't stand to see you cry. But I can't hold out, can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Talking. And you can fly. You know that I love you. You're my heart desire. I can't hold out, I can't hold out too long. I get a little good feeling talking to you on the phone. Hey, talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me, baby. I get a real good feeling talking to you on the phone. Yeah. Talk to me, baby. ワンコード。歌だよね 俺、うん、俺は電話で話してる時のが燃えるんだってね、そういうか声のね素敵な方でもいいでしょ。何言って電話の方がいい、うん、会うよりもねその方がいいかもね。会ってみたらがっかり来てくる時あるからね、なんかね。まあすいません。お昼ですよね。ということでね、今日はブラインブラインドヘッズのというと紹介し、まあブラインドヘッズ転送のね、グリコさん、タケさんいらしてますけどもですね、
どうですかね、この、あの慌ただしい生演奏です、生放送ですけども生演奏いいですね。ね、なんかいつもほら YouTube にアップしてるじゃないこの番組、うん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 、で生で聞けない時もあるんで、うん、YouTube を見て、はいはい、いやいいな、自由な感じでいいなと思って最初まこしちゃんからこの話もらった時は、うん、ラジオ番組ってちょっと構えたんだけど、はい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 、一回見て、あ聞いてって言って、そして聞いた後に見たらもう、うん、あこういう感じならやりやできそうだなって、うん、なるほどね。いやそうなんですよ、あの、うん、僕は打ち合わせとかほとんどしないし、うん、普通、うん、ほら Q シートを出すよ、 Q シートこれあるんだけど、うん、Q シート書いて先に出さなきゃいけないの本当は、これ、うん、やる曲、ね、そう、話す言葉とかね、書かなきゃ、Q シートね、出さない番組はこれ、僕の音楽魂、出すんだけど、出すんだけど、後出し Q シートっていう、ね、後出しあのシステムがあるの、ね、僕の中の、うん、生なのにね、もう、録音だとさ、まださ、うん、Q シート後出しでもさ、なんとかできるじゃない、そう、俺、録音の番組を昔、うん、三浦友和と仲間たちっていうラジオ番組を、あった、40年ぐらい前に。うん、やってたんですよ。あ、じゃあ三浦友和さんとか仲いいもんね。仲いいんですけど、うん、今でもはいはいはいあるんですけど、その時でも、うん、もう録音するんだけども、うん、その Q シート通りとか、うん、あと、はい、止めるとかもうね、すごい前のしきたりがあって、だからすごいこう緊張しちゃうイメージが強かったね。これがねプレッシャーなのよ。そうなのよ。だからもうさっきできたのにこの本番でできないとかねでしょ、うん、曲なんか俺決めてたって、何するか俺決めたくないもん最初からそう、ね、すごい役になった。やり直したり収録、あ鼻水出ちゃったいやもうやり直したりするとさそうなのよ、ね、なんかこうつまんないじゃん。そうなの、うん、で収録とか面白くないよね。生がいいね。生がいいよね、うん、やっぱね、うん、という感じで、ね、いやとんでもないですね、なんか不良中ありがとうございます。いえいえとんでもないもう本当に野郎ばっかでごめんなさい、ね、いえいえまた来てありがとう、ありがとう、ね、ということでね、おなんか歌うかなじゃん。あ、いえいえ、お何やる。不良中年が揃ったということで、やっぱ不良中年、不良中年のすすめというねあの歌がありますけども、ちょっとやってみますか、うん、ね、ですか。カウントでなんだっけ、これ E に行くんだよね、 A から始まるんだけどね、 E7 からね、うん、そう、独り言のように言ってますけど、ね、チューニングを今日440ですか、はい、まこちゃんと2人だけ444だよね、行きますよ、はい、じゃあお客さん、愛の手よろしくね、よろしくお願いします、うん、愛の手、なななななっていうのがありますけどもですね、行きますよ、ワン、ツー、スリー、フォー、なななななも俺は負けないぜ、叩かれた分だけ強くなれるのさ、嫌われても逃げられても俺はめげないぜ、売られた分だけ強くなれるのさ、そんな気持ち
ということで不良中年のすすめ、キックもなんか全部飛んじゃったね、すごいな、うん、まあいいか、ということでですね、どうもありがとうございます。初めてあのね読みますけどね、高橋真子さん、はい、今日はあれなんですか、ちょっと熱ありますか。ちょっとあるね。本当、うん、いい感じだよ、いい感じ、いい感じに熱、絶好調で熱がある、絶好調でうがいしよう、ということでですね、今日はですね、あ、いいですよ、天祖、ブライアンドヘッズのですね、グリコさん、うん、それでギターの横内武さんいらしてましたけどもですね、です、今後のライブの予定っていうのは近いところでは、ストーミーマンデーが23日、2月23日、24日、ストーミーマンデー館内です。2月24日、館内のストーミーマンデーですね。はい、これはもう7時半ぐらいからですね。8時ぐらいですね。8時ぐらいですね。8時ですね。ということでね、お誘い合わせの上ね、ご覧、もうかっこいいバンドですよね。うん、本当、あのね、今日来て言おうと思ったことが一つあるんですけどね。俺たちぐらいの年、まあ、50、うん、60の人たちで、うん、コンサート、でっかいコンサートとか行く人は、まあ、時々はいると思うんだけど、うんうん、ライブハウスにね、全く行ったことない人たちっていると思うの。うんうんうん、そういう人たちは、うん、騙されたと思って、一回、自分家のそばのライブハウスに、うん、居酒屋行くんじゃなくて、ライブハウスに一回飲む人はね、一回行ってみてほしいの、うん。絶対道が開けるから。なるほどね。本当ね、うん、俺たちの世代がこうやって育ってきてるじゃない、うん、音楽やりながら、うん、ライブハウスでさ、うん、でも時々初めて来たのよっていう人たちとかは、うん、やっぱりか新しいところが開けるんだよね、うん、そのなんだろうチャンスを自分で皆さん作ってくださいっていうのを今日言いたかったの。なるほどね、うん、素晴らしいですよね。素晴らしいメッセージです。やっぱり、若い人たちだけじゃなくてね、うん、まあ、団塊の世代ってもう70ぐらいのね、うん、感じになりましたけども、やっぱそういう世代のからまた引き継いで、我々の世代、うん、ね。で、やっぱ、ある程度そういう元気にね、なるためにはそういうことで音楽にね接するというのは大事なことかもしれないですね、うんうん、そうですね、とてもいいこと、ね、さっき金子さんが言ってた、うん、ほらこの番組始めるのも、うんうんね、ミュージシャンが来てここでやればね、うん、いい感じ、生でやる感じ、だからそのジャンルとかね、うん、そういう枠とかっていうか、いろんな横浜は横浜のしきたりとかそういうなんかこう派閥みたいなのがあるかもしれないけど、うん、僕はまあ九州からこう出てきてあんまり関係ないわけよ、うん、俺もジャンル北海でしょだからジャンルとかもそうだよね、うん、だから いい感じでね、うん、やってる人たちを紹介しないともうみんな死んでいくから、うん、そうそうそう生きてるうちにやんなきゃっていうのはね、いや本当よ、生きてるうちが花だもん、うん、生きてるうちにみんな見てくださいよ、そうそう遊びに来てくださいよあと何年あるか、ね、そう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 、だから本当にねそうやってやっぱそういう人の評価、うん、そういう人たちをやっぱちゃんと評価していかないとさ、うん、ね、本当に楽しい人いっぱいいますから、うん、いい感じの人、そうそう、だから、うん、エディさんもこの間来た時に、あ、本当そう、うん、もう死ぬ前にもう一回来てよって言ったらやかましいお前って言われて俺は殺すからよそのぐらいが元気だねそう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 いう感じでね、やってきましたけど、この音楽魂、来週からまたね、来週は金玉になりますね。金玉。で、はい、僕らのスケジュール何個言ってないね。言ってないね。2月のね、17日赤坂フラットンカンティーナ。はい、これ音楽魂、高橋誠、松下俊美、金尾義郎と、風が治るといいね。うん、もうそれ全然大丈夫でしょう。2月17日ですね、これね、うん、フラットンカンティーナやります。僕あんまりライブやらないね。ね、うん、今月はこれだけ？そう、ライブはね、あんまりやんない。なんて何に言ってんだ、まあ、たまにあります、ね、またね巻きでね来てます、ということでですね、今日は、天祖ブラインドヘッズの、グリコさん、横内武さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、ぜひまたね、またなんかまたやりましょうよ、また CD でも作ったらまた呼んでください、ね、ぜひぜひぜひね、楽しみましょう、来週もねお楽しみください。 See you next time。
せる思い出が流れる春には菜の花が辺りを埋め尽くす優しい「あの人は今はない」「人の心が好きさ」「福地の山に見る」季節は巡り色変える街 Ah, Riverside, my hometown 今また生まれ変わるさ日はお祭りがある懐かしき友がいる忘れかけてた思いが